いいね。これは開けられない。おい。やった。おい。そっちだ。
すみません。手を貸してくれてありがとう。素晴らしい。やった。いないいないばー、来るぞ。見つけて殺せ。
これは開けられない。辛い日もあるけど、辛い日さえ前日よりも楽になる。スタージェス。仕事がしたいのか？何をすればいい？じゃあまず、本物のベッドが欲しいな。もう地面で寝るのはたくさんだ。喜んで。そいつはいい。みんなが屋根の下で眠れるようにしてくれ。この辺の家はかなり古いけど、まだまだ使えるはずだ。あそこに作業台がある。何か必要なものがあったら大声で知らせてくれ。サンクチュアリ。スタージェス。気に入ったよ。これでみんなしっかり眠れば士気も上がるぞ。次に必要なのは綺麗な水を確保することだ。どういう意味だ？井戸みたいなものがあれば川の水を飲まなくて済む。汚い水は健康に悪いだろう。スタージェス。綺麗な水がいつでも飲めるって考えただけでもう気分が良くなってきた。続けて頼み事はしにくいけど、実は食料が足りなくて困ってるんだ。今後もここに住み続けるなら農業ってやつを始めないと。どんな作物が欲しい？特にはない。テイト、マッドフルーツ、コーン、育つものなら何でもいい。
ここが我が家だと実感できるようになってきた。作物を自分たちの手で育てることができればもう安心だな。問題は物持ちが良くなるとそれだけ悪い連中から狙われやすくなるということだ。守りを固めないと。今のままではプレストンも気が気じゃないだろう。どうやって守りを固める？壁、土のう、タレット、使えるものなら何でもいい。あの、スタージェス。ありがとう。これで夜は安心して眠れそうだ。長い道のりだったけど、これが我が家ってやつか。最高だな。次は？そうだな。まともな生活を取り戻したいな。生存じゃなくて生活を。いつだって歓迎するよ。ドアはいつでも開いてるからね。窓も開いてるし、そういや壁も。では仕事に戻ろうか。それじゃ。